やっといいんです。おお。ありがとうございます。こんばんは、ヤッホー。よいしょ。こんばんは、マサラッキさん、星、ありがとうございます。こんばんは。たっちゃん、ハート100個、ありがとうございます。明日公園行くね。あ、よろしくお願いいたします。明日はココちゃんの生誕祭だね。りょうさん、カーネーション、ありがとうございます。今日は、そう、マリアさんと撮影をしてきました。にゃーん、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 にゃーん。YouTube、福岡県公式 YouTube の方でいつかきっと上がると思うのでパパさん手紙ありがとうございます。ニーコさん、こんばんは。休み明けの仕事はまあ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 頑張ろう頑張ろう。そう、5月12日から配信されるんですよ。まあでも私たちはいつになるかなっていう、まあ分からないよって感じ。そうからみんな見れるからみんな見てねみんな見れるよYouTube だから、福岡県の公式 YouTube だからみんな見れるからみんな見てね。こんばんは。かずみさん拍手ありがとうございます。このニボタンはなんだか本日落ち着きがございませんのでこんな感じでお送りします。こんばんは。お話し会とそれこそゴールデンウィークありがとうございました。ネワレスさん50ターン完了ありがとうございます。まあ配信される日お知らせするんでその時またお楽しみに。ニボタンもお夜食先食べてワンコン言ってたから、こんばんは。よいしょ。パパさん完了しました、ありがとうございます。ここ店12日と15日も行く。わー、ありがとうございます。ニコタンまでサービスしてくれたの。まあなんだね、チミは食べたい。ハングフェスのし、あ、こちらこそありがとうございます。いい子だ。飛び越えちゃった。あ、飛び越えちゃった。マサラッキーさんハート100個ありがとうございます。イエーイ。ニコだー。ニコだー。あ、行かなきゃ。僕も行かなきゃ。あ、そうじゃん。そうじゃん、そうじゃん。パパさん、星、ありがとうございます。こんばんは。ニコだー。にゃ。ちょっとわかんない、まだ。それじゃないよ。それじゃない。こういう使い方違うと分かんない。いいよそれ、それいらない、それいらない、見せたら、それいらない。もうちょっとしてから。そしてなんだか前回よりちょっと大きい気がする。推しメンセットのバッグなんか去年より、去年前回より大きい気がするのは私だけ。一緒？
紙面セットのバッグとポーチです。わかんない、前回より大きい気がするけど気のせい、わかんない。うん、でもシワくっちゃ洗った、うん、お見せできるものではない、シワくっちゃ。前回のより大きいから多分いっぱい入ると思う。ちょっと前回と同様ポケットがあります、内ポケット。浅めの内ポケットがあるよ。でポーチとトートバッグ、こんな感じ、柄のデカさ、実物どう、いい感じじゃない、これうちは完全に入ると思うよ、前回入ったし、うん、じゃ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 ーん、みんなゲットして使ってください。ポーチはこんぐらいのデカさ、私の手と比べるとこんぐらい。そう、結構私もうマジで今までで一番頑張ったんで、なんか時間をかけて描いたプラス今までで一番気に入ってるデザイン、自分が考えたデザインでね、自分でこういうグッズ考えること今まで何回かあったんだけど、今までで一番気に入っているデザインなのでみんな使ってください。よくない？パッと見は私ってなんかパッと見わかんないっしょ、私なんだろう私って。そう、自分も使いたいなと思ってね、そう自分も使いたいなと思った結果、そうなかなかなんかパッと見わからない。パッと見わかんないよねっていう、パッと見アイドルのグッズとは思わないよねっていう感じのデザインです。私はまあ大体ねそういう感じが好きなので。あーニコタンがワンコン言っているよ。さあうちわは入るかどうか見て、真横に入れても入るよ、なんならちょっと余るよ。見て、真横に入れたらちょっと余るぐらい。鬼でかい杉太郎さん、ミラーボールありがとうございます。見て、すごいでかいよ。ポッて入れても横も結構うん、しっかり入る。うん、一泊二日くらいに行けると思う。一泊二日の荷物入ると思うよ。よいしょっと、はい、151センチの私が肩にかけたらこんな感じ、よく見えない、白飛びパーティー、こんぐらい。どう、下伝わった？なんとなく。まあでもいっぱい物が入って使いやすいと思いますので、ぜひ使ってください。明日までなんだからみんなゲットしてね。本当に今までで一番よくできたデザイン。自分で言う、ポーチにスマホはね、ギリ無理そう。大のスマホは11 Pro です。まあ11 Pro をご参考に、ギリ無理かも、ポーチは。バーチさんありがとうございます。はやったーさんありがとう、ありがとうございます。うん、こんな感じ、11 Pro、 私の携帯はポーチのデカさはこのぐらい、でも使いやすいんじゃないかなと思うけどね。ペンライトはちょっともなかったんだけど、缶バッジとアクスタ、うん、やんない、
魚さん59点完了しました、ありがとうございます。あ、でも見て、ポーチにアクスタすっぽり入る、缶バッジもすっぽり入るよポーチの中、うん、いろんな場面で使ってください、使いやすいデザインだから。使いやすく、なおかつちょっとおしゃれなやつを意識して作りましたです。本当に何回見ても結構このデザイン気に入ってるんだよね。自画自賛ってやつです自画自賛ってやつですね。いや、2時間以上 2,3 時間ぐらいかけて書いてよかったっていう ゲットしてください。お話しか始めて、あ、こちらこそありがとうございました。じゃん、おすすめだよ。うちはもう入るし、なんなら一泊二日とかね、全然荷物入るし、うん、いっぱいね、いっぱいいろんなとこに連れてってあげてください。このバッグを遠征のお供に、劇場公演に来る時のお供に、そう、1セット買ってくれたら微笑むちょっと2セット目からどんどんちょっと微笑みの量が増えるそう、満面の笑みとかになってくるからなんかワンチャンネギ入れても隠れるんじゃない、ネギ。いいじゃん、エコバッグじゃん。確かにスーパー行く時のエコバッグにも良さそう、いっぱい入るよ。ね、大根もネギも多分すっぽり入るよ。いいよ、帰り道はあの人スーパーで今日ネギ買ったんだと思われないよえ、なんか袋さ、どうしてもなんかちょっとサイズ感によってはさ、ネギ飛び出てしまうじゃんね、いいよ、多分ネギも隠れるし大根も隠れる。大きいペットボトルなんて余裕だよ。だってこの長さが入るんだよ、この縦長さ、この長さが入るから多分大きいペットボトル余裕のよっちゃんだよ。スイカも余裕、何でも余裕昨日初めてここ店、おー、ありがとうございます。ほら、今日も重たくて持てないけど、ほら見てみ、余裕のよっちゃんよ、こんなの見て、4本ぐらい入るだろ4本ぐらい爆買いできるよ、ニコさん。ニコさん、ニコさん、それダメ、カリカリしないで。さあ、いつでも普段使いから、公園来るときとか、コンサート来るときとか、遠征するとき、いろいろ使ってください。ニコさん、カリカリしないで、やだ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 、はい、使いやすい、使いやすいデザインだよ。うん、あ、丈夫生地。私も前回の推しメンセット使ってる、自分での私のお父さんも使ってるそう、特典も当たるかもよ、いいことあるかもよこんばんは。ってことで今日は後ろにこれを飾っておきましょう。明日までなんでね、あんま見えないね、トートバッグの中一つだけポケットある、前回と同じぐらい。なんかでも前回より深い、前回もうちょっと浅かった気がする、内ポケット、うん、前回よりほんの気持ち深い内ポケットがあります。おばあさんバラありがとうございます。しんじいちゃんさん花束ありがとうございます。
マサラッキさん、花束ありがとうございます。1148日ありがとうございます。1148ありがとうございます。そう、前回ちょっとポケット浅かったけど、前回よりちょっと気持ち深いと思う。いつもそう、前回のさ、内ポケットにエアポッツ入れるとき不安だったんだよね、飛び値段かな。でも今回はあんまそんな不安じゃなさそう。前回よりちょっぴり深い。ビーバーさん、ジージーありがとうございます。ゲットしてね。多分私の予想ね、実物と比べてないから分かんないけど、前回より横幅が大きくなった分、街は、あ、でも街もあるな、全然普通に。あ、うん、全然ある、イエイイエイ。葵ちゃんさん、だるまありがとうございます。おすすめ、母の日ってもうまだだよね、来週だよね。どうしようかにゃん。昔はよくカレーを作っていた。あ、町あるよ。はい、町このぐらい。こんばんは。母の日14日町このぐらいです。で、HKT のグッズから、 HKT グッズって調べたらそう、公式のサイトが出てくるので、そこから買えるよ。ポチポチっと、ポチポチっとなってすると購入できちゃいます。明日までだから、今のうちね、買いたいなと思った人は今から行っちゃおう。今から行っちゃおう。カーネーションの紫、へえへえ、なんでいいだろう、なんか意味があるのかな。カーネーション紫、忘れちゃうかもしれないでしょ。今のうちに行っちゃおうじゃないか。ポチポチっとなってね。紫のカーネーションの花言葉は気品や誇り。気品や誇り、言えた。カーネーションの色別の花言葉、ピンクのカーネーションの花言葉は温かい心や感謝、気品、上品や美しい仕草。紫のカーネーションは気品や誇り。ああ、だからお母さん、その結婚相手のお母さんとかにいいんだって。絵の母の日のギフトにもおすすめですって書いてある。パパさん、ハート100ありがとうございます。オレンジ色のカーネーションの花言葉は純粋な愛や清らかな白状、幕状、これなんていうの、意味わかんない、意味が、私漢字の意味わかんない、これ母状だって、母状、下はしく思う気持ち。あ、でもこれ、あれ、へえ、墓場って書いてある。調べる、調べたところに、墓場。はるみさん、50巻と終了しました、ありがとうございます。墓場、清らかな墓場、あなたを愛しますという花言葉があります。大好きなお母さんに送る、ふむふむ。でもこれはなんか、そう、恋人、異性に送るのも良きって書いてあったよ。オレンジ色のカーネーション、青色のカーネーションは永遠の幸福。おお、いいっすね。黄色のカーネーションの花言葉は美や友情。まあだからお母さんと仲良ピッピだよっていう人は、そういうね、オレンジ黄色を送るのもありやってね、いろいろあるね。あ、カーネーションは本数、その何本に、なんかバラとかはさ、本数によって花言葉が変わるじゃないですか。カーネーションは変わらないんだって。何本送っても変わらないよっていう。
そう、カーネーションだけで考えると本数によって意味は変わることはありませんが、花全体で考えると以下のような意味が込められると。へえすごいすごい、へえすごいね、本数に込められた意味。まあこれは多分お花全体と考えた時だね。1本、私の運命の人はあなたです、わお。3本、私はあなたを愛してます、わお。4本、私はあなたを一生愛し続けます、わお。6本、私はあなたに夢中です、わお。8本、私はあなたに思いやり、私はあなたの思いやりに感謝しています、わお。あ、じゃあ8本良さそうね9本、いつまでも一緒にいよう、おお。11本、あなたは私の最愛の人です、わお。40本、私はあなたに永遠の愛を誓います、わお。50本、永遠。99本、永遠の愛、おお。108本、私と結婚してください、わあだって花全体で、でもカーネーション単体で考えると、あの本数は関係ないけど、花全体で考えるとなんかこういう意味があるんだって。プロポーズできちゃうんだって、わおまあ本数もちょっと考えたい人は、母の日だったら8本とかがいいんじゃない。まあでもまあいい、全然ね、 I love you って人はね、永遠に愛を誓いますとかでもねなぜ100、あ、わかんない、それはわかんない、知らないよそこまで考えるとね、多分ね、ビックラポンって、うんそれ考えるとあのビックラポンポンってなっちゃう。ね、考える、いや、カーネーションはね、正直カーネーション自体で考えると本数によって意味合いは変わらないんだって。まあだから、まあでも何としても本数で意味合いを考えたいっていう人は、その花全体の、花全体で考えた時に一本はこういう意味だよっていうのがあるから。そう、でもカーネーション単体で考えると、あの何本だからこういう意味っていうのはない。ね、ニコタン、これあたいのグッズ、ニコタン、ニコタン、カリカリクンクンするのじゃないの、ニコタン、ニコタン、やめてやめて、これカリカリクンクンじゃない、これカリカリクンクンするものじゃないから、やめてやめてやめて、プロポーズするならバラじゃないの？カーネーションってなんか母の日ってイメージ。迷ったら12本の花束で送るのもおすすめって。12本の花束のことをダンズフラワーと言います。ダンズはダース、ダーダースって何？あー、そういうこと、うん、12を意味する言葉、ダン、ダン、ダ、ダズン、ダズンだ、私さっきまで何て言った、ダズン、ダンズって言ってたよね、ダズンですね、ダズン、ダース、ダン、ダ、ダズンはダースと同じく、うわー、カタカナ多い12を意味する言葉、ダズンフラワーにはこの12本の花1本ずつに、すごい、感謝、誠実、幸福、信頼、希望、愛情、情熱、真実、尊敬、栄光、努力、永遠という意味を込める。そう、すごいね、なんかお花っていろんな意味があるよね。まあでも結局のところ、ありがとうっていう気持ちがあればいいと思ううん、結局ね、思うよ、うん、ありがとうっていう気持ちがあればいいと思う。Thank you っていう気持ちがあればね。Thank you, thank you って気持ちがあれば、1本でも2本でも何本でもいいと思う。うん、すごい、お母さんが隣でうなずいてるすっごいうなずいてる、そうね、そう、ありがとうっていう気持ちがあればね、何でもよきまる、気持ちいいっすよ。そうそうそう、ニコタン先生、みんなは母の日何送る？今日からメール、おー、ありがとうございます。ちなみにあれだよ、私のメールの返信のハッシュタグは
ハッシュタグ田中は田中漢字はいい子ひらがなです。とりあえず気持ちがあればオッケー、ありがとうっていう気持ちがあればね、良きです。グッジョブ。電話を開けて、こんばんは。私は何するか決めてません。そもそも14日何してるかな私。あ、パジャマでドライブしてる14日ね、してないっけ、してるよね、してないっけ。14日、気のせい、妖精、森のせいかな。ね、ドライブしてるよね、だよね。ね、昼にドライブしてる。昼にパジャマでドライブってしてます。キソバさん星ありがとうございます。あ、ちなみに行きます。あ、よろしくお願いします。そう、なんか最近発表されるパジドラは私とひじりずっといます。私とひじりずっとパジャマでドライブする、いつも。そう、いつからか4月後半ぐらいからずっと一緒にいる、ひじりとパジャマドライブ公演、ぜひ見に来てください。パジャマでドライブ、ゴーインだわ、信じられない、いいですね。そう、ひじりとね、毎日一緒にドライブして、毎日じゃないね、毎回一緒にドライブしてる。14日をドライブしてるので、よかったら見に来てください。こんばんは、お疲れ様です。グッ。ニコと私のグッズに興味津々だね。うわー。うわー。うわー。ニコだ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 ー。そう、私の顔がさっき踏まれておりましたね。それだからカリカリするもんじゃないってば、ね、今だ、これカリカリするもんじゃないんだって。見て見て、いこだん、ノーだよ、ダメだよ。いこだん先生、いこだん先生危ないから。あ、いいな。パパさんかわいい、ありがとうございます。バイチさんハート100個ありがとうございます。ひじりと何度も狙い、どうだろう、どっちかが違うポジを覚えたら。ありえるかも。にこなーん。あ、はい、お、よかったね、落とさないで。そして今日は5月9日アイスの日だって。なんでだろうね、わかんないけど、今日朝 ZIP 見たらアイス特集してた。から私もちょっとアイス食べる。アイスの日、今日アイスの日なんだってよ、みんな。なぜ5月9日はアイスクリームの日。アイスのシーズンインとなる連休明けの5月9日、あ、1964年のアイスのシーズンインとなる連休明けの5月9日にアイスをたくさんの人に楽しんでもらえるようにと願った記念
事業といろんな施設へアイスをプレゼントしたことが始まりです。だって初夏、あーそういうこと、もうすぐ夏だから暑くなるよっていうことでね、アイス博行きたい。福岡で待たないかな。昔福岡で待ったよね。こんばんは、グラハムさん、星ありがとうございます、ね、結構昔から。ちなみに私が本日用意したアイスはにゃーん、これだけ食べようかな。なんか汚れちょっと、それはいいや。プリンアイス、美味しそうじゃない。タダタンタンさん、ありがとう、ありがとうございます。ハッピーさんさん、50巻とか、ありがとうございます。プリンアイスにしました。本日お用意してました。あ、これ話題なんですか。今プリンアイスにしました。美味しそうだよね。セブンイレブンさんのです。ニコタンのじゃないよこれ、これニコタンのじゃない。ニコタンお腹いっぱいです。お夜食食べました。お腹いっぱいです。レトロかわいいプリンアイスいただきたいと思います。楽しみ、楽しみにしてたんだ今日アイスを食べること。キー、あ、ちなみに紅茶を飲んでます。ビーバーさん、アイスありがとうございます。ね、そう、もうこれからアイスが美味しいですからね。アイスは年中美味しいですけどね。あれも食べたいんだ、ハーゲンダッツのなんかさ、チョコがコーティングされてるやつ。いただきます。見て、シャリシャリじゃないよ。なんていうの、バニラアイスみたいな感覚。うんふん、あら美味しい。うん、濃厚だわ。美味しいわ。シャリシャリ氷系じゃない、バニラアイスみたいな、なんていうの、滑らか系です。うん、プリンもアイス下にクッキークランチが乗ってる。ん、ある、敷いてある。プリンアイス、ホイップ風アイス、美味しいよ。なんか冷たくて濃厚なプリン食べてる。うんうん、味は濃いめ。うんうん、今年入ってアイスは結構食べてます。うん、美味しい、美味しいよ。なんかね、昔ね、ちょっと前になんかソフトクリームの形の、このセブンイレブンでソフトクリームの形のプリンアイスが売ってたの。なんかソフトクリームみたいな、あるじゃん、あのコンビニに売ってるじゃん、ソフトクリームの形した、こうやってカポッてしたカップがはまってるアイス、落としてよ。あれのね、プリン味がね売ってたんですけど、あれも美味しかった。よく食べるアイスはミルクレア、最近ミルクレアが大好きです。あれかチョコモナカジャンボを食べますよく。うん、チョコモナカジャンボはお母さんと半分こにできるのでいいですね。
昨年のマンゴー味はまだ食べてないけど冷凍庫の中にある。うわピッポー板チョコアイスは最近お父やんに食べられた。冷凍庫にね入れてたんだよね。ニコタン食べようと思ってね入れてたよね。なんならチョコモナカジャンボも入れてたよね。ジャイアントコーンもたまに食べるよね。今ペロペロ舌が出てるけど。名前書いてないですよ。無記名ですよ。そう、この前ね食べられたのでお母さんとまた買いに行こうねって話をしました。アイスはねいっぱい入ってると思う。でも最近私とお母さんがお菓子ストックしてる棚もバレた。開かないと思ったのに。今までねアイスもお菓子もでもなんかお父さん開けないだろうなっていうところに入れてたんですよ私とお母さん。そう両方バレた。両方最近お父さんがねどっちも開けるようになってお母さんと間に気づいたらね減ってるんです。さあ最近だとひご大根が減ってた。私のひご大根が減ってました。私のチョコモナカジャンボ。お嬢さん甘いもの、うん、うちの家族は基本的に甘いものも食べますよ。しょっぱいものも食べる。でも結構みんな甘いもの好き。あのこの前赤服買ったじゃん。お兄ちゃんが大事そうに食べてた。そう食べきれなかった分てかまああと食べていいよっつって家に置いてたんだけど、そうお兄ちゃんが大事そうに食べてました。知らなかった。あんなにあんこが好きってこと。あんことか八つ橋が好きなんだって。あんまり知らなかった。赤服はね羽田空港に売ってたから買いました。赤服まあ確かに数多いしね期限早いけど、まあ、うちは食べてくれる人がいるのでお母さんもあんこ好きだからなんか全然余裕で買って帰っちゃう。あでもお父さんは出張に行った時とかケーキ買ってきてくれたりする。許すね。うんケーキ買ってきてくれたりタルト買ってきてくれたり、あとクリスピークリームドーナツ買ってきてくれたり、あとはねシナモンロール、あそうシナボンのシナモンロール買ってきてくれたり、この前美味しいところのホルモン買ってきてくれたりしたから、うん全然いい。うん全然まあただねそうなんか食べたかった時になかったらちょっと落ち込むぐらいだね。なんかあるじゃん、あこれ前買ってたからこれ食べたいなっていう気分の時。そういう時ちょっと落ち込んじゃうけど。おいしい、ああやばい、おいしい、ね、ばあちゃんさん欲しい、ありがとうございます。ね、買ってきてくれます。
お兄ちゃんもね、よく買ってきてくれる。お土産買ってきてくれる。スイパラ行くほど多分ね食べてくれないから、スイパラ行くならお母さんとだね。スイパラ行くでしょ、母さんね、行きたいっていう隣で言ってるから。スイパラ行くなら母さんと行く。うん、美味しいとこのビュッフェも行きたいの。あのさ、オムレツ作ってくれるとこのビュッフェ行きたい。注文したらその場でオムレツふーって焼いてくれるとこのビュッフェに行きたいんだけど、そういうのってどこがあるかな。そう、そういうとこ行きたい。こんばんは。ヒルトンとかちょっと厳しいよ。先に言っとく。ちょっとヒルトンはちょっとハードル高すぎる。うん、うん、もう近くて遠いヒルトンだから。上手だね。上手だね。近くて遠いわ。近くて遠いヒルトン様だから、ちょっとヒルトンのビュッフェとか言うのはちょっと困っちゃうので、ちょっとそこ以外でなんかいいとこないですか。なんかオムレツ焼いてくださいって言ったらその場でオムレツ焼いてくれるビュッフェ。オムレツが食べたいだけなんだけどね。リッツカールト、だってあそこか、なんか最近できたとこね。へえ、あっこあるの、ビュッフェ。そう、ラグジュアリープレミアムセレクト、すごいいろいろある。なんかすごいおしゃれ。調べてみよう。ね、やってみたいなと思います。行ってみたいか。ヒルトンと大した変わんないかな。どうだろう、わからないけど。熊本でも福岡でも。どちらでもか。どっちも飛んでいくよ。にゃ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 ーん。にゃ。ヒルトンより上だと思います。やめてください、そんなもっと遠いじゃん。あ、別府杉根ホテル、あ、確かにね。焼いてくれるんですか。じゃあ来ていただいて、こちらまで。うちのキッチンで焼いていただいて。じゃあうちビュッフェにしてもらって。その代わり、綺麗なオムレツをお願いしますね。ホテルでね、あるような綺麗なオムレツ。お願いいたします。
美味しかった。うん、ふんふまでした。うん、確かにビュッフェいいな。そう、ハウステンボスもいいなって思うの、私。ハウスのテンボスね。あの、行きたいんだよね、ミッフィーさんのとこさ。オムレツね、焼いてほしいな。チューって言って、わーって言いたい。こんばんは。の配信は朝の7時半からするので、お時間の、うん、会う方よかったら見に来てください。7時半からします。オムレツが食べたいの。あのホテルで焼いてくれるようなオムレツが食べたいんです。あ、見て、すごい、20種類の豊富な具材から選べるオリジナルオムレツ、シェフがお客様の目の前でオムレツをお作りします。だってハウステンボス行かなきゃ。朝、朝だって止まらなきゃだ。うん、行きたいね。7時から10時だって。そこやんね、お決まりね、めちゃめちゃいいじゃん。で、かつハウステンボス行ってミッフィーさんのところに行って、帰りに佐世保バーガーを食べて帰る。素晴らしいプラン。いいですね。あら、素晴らしい。あ、でもいろんなとこがあるね。私が今見たのはアンカーズラウンジ朝食会場っていうとこ見たんだけど、あん、すごいいっぱいあるよ。いっぱいあるね、なんか朝食食べれるところ。うん、いっぱいあるからいいですね。確かに中華街も行きたい。あ、なんかこんなにいっぱいホテルがあるって知らなかった。私が今見たのはホテルヨーロッパのとこですね。ホテルヨーロッパ内の、すっげえガーガー言ってるけどね。いっぱいある。すごいね。ちょっと詳しく調べてみて行ってみましょう。決まりだね。じゃあいいよ、あれだ、朝食代はあれだ、誕生日と母の日だ。ちょっとそれ以外は考えよう。それ以外はちょっと共に考えよう。交通費とか、交通費とか、宿泊するところは、その他もろもろはまた考えましょう。まあ、朝食代はとりあえず。すごい、後ろ、隣でヨーロッパコールしてる人がいる。すごい、ボーイが一番興奮してる。ボーイが一番興奮してる。まあ確かに。
うん、ボーイはいい、ボーイあのお留守番ですからね、ボーイホテル泊まるから、ボーイボーイホテルだからこんばんは、みごたん、元気があり余ってるね、今日お散歩に行ったんではないでしょうか、あなたは。ニコはホテル泊ですね。怒ってない、おもちゃで遊んでガウガウ言ってる。うん、なんなら機嫌いい。うん、ねえにごたん、なんなら機嫌いいまであるよね。のにこさんは留守番ですね。おもちゃはね、今日は違うおもちゃで遊んでると知れますから。よいしょっと、へえ、ニコタン、ニコタンもホテル泊まれるとこあるんだってよ。どうする、お利口できるかな、ニコ。ニコホテルのベッドカリカリとかしない？ホテルのそばカリカリしたりしない？ニコ。ニコできる？ワンワン言わない？ねえニコだ。変なとこで鼻つんだりしない？ニコだ。ニコだ。いいさん、ハート100個ありがとうございます。ニコタンもうちょっと落とし目して落ち着いてからにする。ニコタンまだ1歳だもんね、1歳になってないもんね、アニバーサリー迎えてないもんね。でもおばあちゃんちではいい子するもんね。おばあちゃんちでお利口なんですよ。おばあちゃんち行ったことあるのね。ニコ太郎外泊したことありますか？まあでも車は好きだね、うん、車乗ってお膝の上に乗ってるとすぐ寝る。すぐ寝てる。ねえ猫さん、
でもいいですね、お泊まりもね楽しそう。ふわみこさんは外で泊まると持っていくものはどうだろう、多いかな。うん、まあ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 そこそこまあまあそこそこ。今日は三つ編みが隠されて、ぴゃーん、明日が10日、5月の10日、12日友達の誕生日だった気がする。21歳。ねえすごいよね、なんかもうびっくりしちゃうよね、同い年の子がさどんどんさね、21歳。私も8月になったらね21歳になるんだけど、あー後藤は、そっか後藤さんの日だね明日、全国の後藤さん、いえ。今日火曜日、おー明日が水曜日、おー、まあねゴールデンウィーク明けでねしんどいと思いますけどね、頑張りましょうよ。ねーにゃ、明日はまあココちゃんの生誕祭ですね、ビバースでココちゃん5月病、あそっか5月病ね、確かに確かに、久しぶりに1年ぶりに聞いた5月病だね、1年ぶりの5月病だ、頑張れー。まあ私はなんせ今年のゴールデンウィークはいろいろなんかいろいろさせていただいたので5月病にはなりませんでした。にぼたん、そういろいろね楽しいことをねいっぱいさせていただいて、12日のここで、おお、みこたんはおもちゃで遊んでます、そう彼はちょっと獣気質があるので。うん、夜になるとね、そうだから狼なんですね彼。そう夜になるとテンションが上がるんです、彼は狼かドラキュラです。きっとそうです、彼はきっと狼かドラキュラが体の中に住んでます、だから朝は元気がない、朝は眠たいな眠たいなってずっとしてるけど夜は元気あり余ってますので、なのでそう夜になると一度こういう興奮タイムが現れます、イエーイ。バンバン、あ今ドラキュラのドラマしてるよね、あの誰だっけ、高畑充希さんと田中圭さんだよ、あれまだ1話の途中しか見てないけどなんか面白そう。まだ1話の途中。まだ1話、なんかね最近なんかねそう時間がねあんまりなくってドラマたまりにたまってるんですよ、
多分一個も追いついてないと思う。もう一個も追いついてないのになんか予告だけ流れてくるんですよ。そうだからなんかびっくりしちゃった。そのドラマの予告が流れてきて、なんかそう田中圭さんのその役の方にも結構ちょっとおーおやおやおやってそうね、そうちょっとおやおやおやっていう感じのものがあって、なんか面白そう。そう録画だけはして 見れずに溜まってってる。そうなんかちょっとなんか謎深そう、面白そうだなと思いましたので、まず1話を見てます。1話の途中です。ただいま私のお嫁くんっていうのも見てるんですけど、はるさんとちょっとお名前が分からん、でもはるさんとあの男性の方ちょっとお顔似てるよね。私だけかなそれと思うの。ちょっと名前がちょっと出てこない、申し訳ない。ちょっとあのまひろくんさん、まひろくんさん。そうちょっとねお顔がね似てるんじゃないかなと思いながら見てるんですけど、それも面白いですよ。あとは何見てるか、本当に全然追いついてないんだよね。困った。いつかね見れるときに一気見したいと思います。どれも、あそうチョコレートも見たい。ドクターチョコレート、ドクターチョコレートも、なんならドクターチョコレートは1話も見れてない、見たいなと思ってる。子役の子がかわいい。子役たくさん出てるやつなんかダメじゃん、それ。なんか私がそれで興味持ったらね語弊生まれるじゃん。高杉真宙、ああの知ってますよ、あのね東京リベンジャーズにも出てらっしゃいました、千冬役で。今何話ぐらい、今多分今どれも3か4ぐらいをうろちょろしてるんじゃない。どのドラマも大体同じ時期に始まるから3話4話ぐらいをうろうろしてるんじゃないかな、どのドラマも。だから溜まってますね。語弊生まれる人だって 子役がたくさん出てるよって言われて、うわっ私それ見たいって言ったら、でも可愛いドクターチョコレートの女の子可愛い、あのーね可愛い。え撮ってない、撮ってると思うよ私、撮ってないっけ、もう一応見てない。そうなん、撮ってるかな、ちょっと一回見てみようかな。そう早く見なきゃね、たまりにたまっていってしまうという。ラジオパーソナリティ、ああそれ見てない、あれ多分それ録画できてないかも。今期の王様に捧ぐ、あ薬指、あれもうあの画面が、画面上がね、なんかもう画面すごいよね、お顔のね、お顔の綺麗さがすごい。橋本環奈さんに、山田涼介さんに、あーってなるじゃん。あれはすごいよね、お顔がねもう素晴らしいよね。画面がキラキラしてる気がするもん。ね、なんか心なしか画面が輝いてる気がするもんね、あれ見るとね、あのドラマ見ると。あーなるほどね、なるほどねってね。グランマの憂鬱、あーわかる、子役ね、子役の子がなんであんなにね子役の子って可愛いんだろうね、素晴らしいよね。ドラマの話はメンバーとするね、するしたりする。そう東京 MER が気になってるっていう話をちょうどマリアさんの前でしたら、そうマリアさんも最近なんかドラマを見てハマったらしくて、そう面白いよって、そう
見てみないもんって言われて、見てみようかなって。最近気になる、前やってたドラマなんだけどね、この東京 MER ってやつは。でも医療系なんです。でもなかなかね、医療系を見ないから。そう、前回やってた時も見てなかったんだけど、まあそうそう、やっぱね、人のね血液は出てしまう、仕方がない。そう、でもね気になってるドラマ、前やってたドラマで気になってる。とっても医療系で好きだったドラマはなんだろう、医療系でよく見てたってやつなんだろう、何があるかな。ね、コードブルー見てた。ん？ドクターコト。ドクターコト見てない。梅ちゃん先生じゃなくて。あ、コウノドリも見て、見てた。あとはなんだ。あれも見てた。あの広瀬アリスさんが出てた、あと本田翼さんが出てた、あれは医療系、あ、そうラジエーションハウスだ。うん、あれも見てた、ちょいちょい見てるんですよね。あとなんだろうね、医療系パッと思いつくのはこのぐらいかな。あ、ナースのお仕事、あれ違う、ナースのお仕事だっけ、お仕事天使みたいなの見てなかったっけ。あのさ、あの方が本当名前覚えられない、なんちゃら、あ、ドクターホワイト見てた。あ、ちょっとナースのお仕事は見てないよ。あれじゃない、なんだっけ、あの GU の CM されてる方。そう、中条あやみさんが出てたやつ。あれは、あれは分かんない、ちょっと思い出せないけど、なんか意外と見てる、意外とちょくちょく医療系見てます。イエイ。意外とね、なんかさ、ドラマってさ好きだったのに、意外とさ、なんかどんな話だったかとかさね、誰が出てかったどんな話だったかとか覚え出せないんだよね、意外と。ちなみに刑事もので好きだったのは、あのデカワンコ一番好きだった。デカワンコっていう、あ、女優さんの名前忘れちゃった。あれ刑事物じゃないの、あれ刑事物でしょ。と思ってるんだけど、鼻が利く刑事さんがいらっしゃって、女のね、女性の、あ、そう、多部未華子さんですね。あの方が、そう、鼻が利く刑事さんなんです。だからもう、クン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 ってして、そう、お鼻をね利かせて解決していくドラマです。あれ大好きだった。あれとっても好きだったね。えデカワンコすごい好きだった。あれ大好き。なかなかあんま刑事物も見ないんだけど、そう、大好きだったデカワンコ。15日の声、あ、楽しみにしております。こんばんは。そうかな、面白いですよ。なんかそんな刑事してない。あれも好き、ん、箱詰めも好きだけど、あのさ、星野源さんとさ、綾野剛さんが出てた、なんか
あ、ミューだ。そう、今東京 MER とぐっちゃぐちゃになった。はるみさん星ありがとうございます。それも好きだった。意外となんか見てるね。なんかこう思うと意外と見てるよね。そうベランパ、そうそうそう。ミステリー系、ミステリー系ってなんだろう、あれじゃない、あの須田まさきさん、あのもうすぐ映画があるやつとか。うん、そう、整くんですよ。ミステリーというなんか、そうそう。ミステリー系ね、そうかな。意外とね、楽しんでますね、ドラマ。ドラマ大好きだから、そうそうそう。大好きですよ。イエーイ、そう、ドラマに生かされてます。だから私さ、最近ってさ、なんかもう、若い方のお家ってテレビない人いるじゃないですか。なんかもう iPad と携帯でいいやみたいな人。私多分携帯がな、携帯じゃなくてテレビないと生きていけない。そう、ドラマに生かされてる人なので、そう、テレビないと、そう、テレビ必須。あとだからリアルタイムで見れないから、あの録画機能も必須です。両方必須。そう、ドラマにね結構生かされてる部分はねだいぶありますので、非常に大切です。いやー、本当にいいですよ、ドラマは。非常に面白いです。そう、テレビ、結構テレビ大好き。ちっちゃい頃からドラマよく見てた。ドラマも、だってか基本的にドラマばっかり見てた。なんかアニメとかはあんま見なかった。アニメちっちゃい頃見てもドラえもん、ちびまる子ちゃん、サザエさん、仮面ライダー、プリキュア、あ、仮面ライダーアニメじゃないか、プリキュア、ポケモンとかしか見てなかった。アニメ一生ドラマ見てた。ちっちゃい頃からずっとドラマ見てた。あとコナンくんとかか、テレビ見るとして、なんかアニメか、アニメ見るとしたらね、その辺だった。ずっとねドラマを見てました。そう、お母さんがドラマ見てたから、隣でね一緒にドラマ見てた。あと小太郎は一人暮らしも見たいんだ。録画してまだ一話も見れてない。うん、結構見てる。バラエティ番組はたまーに見てた。でもバラエティ番組も意外と見てるか。おもんまい店大好き。あ、そう、ドラマの時間はね寝てたけど録画してたんですよ、いつも。そう、録画して見てました。ニュースはねずっとジップ、ジップが始まってからずっとジップです。ジップに毎日ね。あとは高校生時代は朝ちゃん見てた。朝ちゃんのスポーツの時間帯をずっと見てた。ちょうど通学する時間がそうスポーツ特集だったから、うん、毎朝大谷翔平さんの話聞いてた。毎朝大谷翔平さんのニュース見てたよ。そう、高校生時代、大谷翔平さんが昨日ホームランを打ちましたみたいな。とかをあの毎朝ちょっと見て、へえと思いながら。そう、でも時間帯最近で言うとずっとジップですね。もうジップが始まってからずっとジップ、ありがとうジップって感じです。エンジェルス。こんな嫌いな番組、嫌いな番組は特にそんなない。
あーでもね、ちっちゃい頃ああいうのが苦手だった。なんか私たちが小学生の頃めっちゃこういうの流行んなかった？んー、2000何年に地球が滅亡するみたいななかったですか？なんか昔よくあったじゃん、なんか2000何年に地球が滅亡しますみたいな。そう、今はさ、ない、今はそんな見ないけど昔よくあったじゃん。昔よく見てたんですよ、見てた記憶。なんか何年に地球が滅亡するみたいな、そういうのはちょっと怖くてちっちゃい頃苦手だった。そう、やめてようと思って、怖いじゃんと思って、いつもそれが始まったら耳塞いでテレビ見えないとこまで逃げてた嫌いすぎそう、ビビリですからね、そういうの怖いんですよ、だからそう、そういうのが始まったら耳塞いでテレビ見えないところまで行って、終わったら言ってって言ってもったり言ってちょっと目つぶって。今日何食べたの？今日はお昼はあのザルそばを食べました。美味しかったです。それかな、ちっちゃい頃苦手だったやつは。ねえニコさん、あったよねそういうのね。そう、なんかみんなそう2000年にならないみたいだったよねニコさん NG です。あとあれも怖かった、21世紀少年そう、あれお兄ちゃんがよく見てたから、そうご飯食べるときに見てるときとかあったけど、そうごはーいと思って見てた。だからまるまるくん遊びましょうとかやるなんかもう懐かしいけどね。なんだっけ、友達ってなんかポーズあったよね、なんだっけ忘れた、これわかんないけどあったよね。怖かった、あれも怖かった。なんかちょっとだからちょっと私はかなり、ちょっとというかかなりビビリだから、そういうちょっとなんかビビらせるんじゃないかなっていう、ちょっとなんかちょっと怖いやつちょっとなんか怖いやつに苦手ですもう だからあの今日から俺はとかも大好きもう今日から俺はとかもずっと大好き、もうニコニコしてみてじゃあ今5分なので10分になったらランキング見ます。そう、なんか人間味のあふれる怖い系はちょっと怖いなーと思って、怖いなーと思ってちっちゃい頃見てました。こんばんは。こんばんは。怖いのアニメ、あ、アニメ怖いのどうだろう。あ、でも鬼滅さんはたまに見るよ。鬼滅さんはね、もうあのワンシーズンっていうの、ワンシーズンたまってから見ます一気見するタイプだから、今新しくあの放送されてる鬼滅さんはまだ見てないです。あのもう全部そう進んだら見ようと思ってるので、そうシーズン4が全部進ん終わるのを待ってます。漫画はね読んでない、鬼滅さん読んでないですね。アニメだけ、アニメだけで進んでます私は。
うん、止まってから見る。ハリーポッターはね、止まってるよ。4の途中で止まって、あ、5だ。5で止まって、5の途中で止まってる。そうそうそう。今ね、なんかね、割とね、今何もね、見れてないんだ。漫画も見れて、漫画？ドラマも、アニメも見れてない。ね、ゲームもしてない。寝てる。寝て起きて、何かしてってしてる。あ、推しの子ね。推しの子は、漫画見た。推しの子は漫画で見てる。今話題の漫画、漫画とアニメかな。こんばんは、お疲れ様です。そう、それかな。推しの子はそう、漫画で見ました。アニメもちょっと見た。推しの子はもちろんよ。面白いよ。推しの子アニメ1話長い？長かったかな。でも意外とね、漫画はね、もうスラスラーって読める。気づいたらだって最新話まで追いついてたもん。そう、夜中に一個見始めたら、そう、気づいたら最新話まで読んでた。漫画恐ろしいですね。面白い。アニメも面白い。アニメのうちは90分あるの？今はね、最新巻が11巻ぐらいじゃない？ゆうせいさん、かわいい、ありがとうございます。すいません、新しいとこまでは一応追いついてる。わーいっていうね、楽しみだな。ニコニコ。1時間半もあるのね。それは長いですね。私1話見てるね。1時間半っていう実感なしに多分私1話見てるね。見てますね。気づいてないですね、1時間半っていうの。キャー、1時間半だったんだ。へー、気づかなかった。へーへーへー、気づかなかったですね、それに関しては。うーん、あら、そんなのあなたったらっていう気持ちです今。そう、コナン君見に行きたいの。見に行きたいけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとあの、お仕事お休みの日まで待って。うん、わあ、1時間半なの気づかなく、これ結構やばいよね。1時間半なの気づかずに見てるって、だいぶ時間食ってるよ。まあ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 、面白かったから良きですよね。良き良き、まるまる。あ、あ、なお教えてください。ありがとうございます。ちょっと待ってね、コナン君はね、近々見に行くからって言いながら見に行ってませんね。でもあれですよ、コナン君は上映期間長いですから。私の味方です、コナン君は。コナン君はなんせ上映期間が長いです。彼。あれ、有名な男なんで。あきさん、ういー、おめでとうございます。飾ってね、お家に。あ、やだ、おねむねの充電切れたの。
パネル飾ってくださいぜひ。一番目立つとこに一番目立つとこに飾ってね。すごい、さっきねちょっと前までガウガウ言ってた人が眠たくなってますよ。玄関ねちょっとうおって目立つ。それでは13位からランキングを見たいと思います。眠たそうな2個を2個とともに。13位ベジータさんありがとうございます。12位ヒーくんさんありがとうございます。11位トシさんありがとうございます。10位赤いグリフォンさんありがとうございます。9位リオさんありがとうございます。8位ハルミさんありがとうございます。7位タダタンタンさんありがとうございます。6位タッちゃんありがとうございます。5位ボーちゃんさんありがとうございます。4位シンジーちゃんさんありがとうございます。3位バウチさんありがとうございます。2位カズミさんありがとうございます。1位パパさんありがとうございます。よいしょ。では今日も一日皆さんお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。明日朝おやすみなさい。